こんばんは、くにおです。本日は、さやしりほ動画ですね。もう、これは僕のチャンネル史上、最も見られ、最もリアクションが大きい動画になりましたけども、こちらの動画と、あと、回答動画に、連絡というかコメントをくれた方々にお返ししていく、そんな動画にしたいと思っております。くにおチャンネルコメント返信動画はいつもなんですけれども、なるべく幅広い視点というのと、もちろん経験というところと織り込みながら、時代背景とか入れながら、わからない人にも楽しめるようにやっていきたいと思っております。ですので、ぜひチャンネル登録をお願いする感じになりますけれども、実行していただき、お付き合いいただければ嬉しく思います。では、ちょっとね、長くなるんですけども、いっちゃいましょう。ぜひ、お付き合いください。まずは、この、モーニング娘。さやしりほという最初に上げた動画にコメントくれた方にお返ししますね。あとね、ちょっと言い方が間違えてたりしたら、全然言葉で返信してくれればと思ってますので、分かってちょうだい。じゃあ行きましょう。山田太郎さん。ね。話の内容が浅い、薄い。ご指摘ありがとうございます。お伺いしたいのは、話の内容が深くて、濃いっていうことですか？そういうものは山田太郎さんにとってはどういうものなのかっていうのを言っていただけたら、私の方も勉強しやすいので、ぜひこの機会にお付き合いお願いします。ご意見ありがとうございます。じゃあ続いて、なよたけさん。ベイビーメタルじゃなくて、ベビーメタルです。僕、ベイビーという時と、ベビーという時と、多分様々あると思うんですけども、サザンオールスターズ、サザン、ビーズ、キュート、まあ様々あるんですけど、そういったような形のレベルであったら、何分穏便に、僕も努力したいんだけども、お見逃しいただけたらなんていうところではちょっと思ってしまいます。すいません、なよたけさんでも貴重なご意見ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。ふるさとまどさん、ありがとうございます。今回のインスタ開始の件、ハロータとベビメタファン、ハテナで反応の仕方が違うのが面白かったです。ベビメタのファンさんたちはこれからもサポートとしていてくれるのか、ハテナが心配になった印象でした。ハロータにとってはベビメタのサポートしててもやっぱ、かっこモーニング娘。元の圧倒的センターとしてのさやしっていうイメージがずっとあるんだなと思いました。だからさやしが帰ってきた。びっくり。反応になったんだろうな、反応になったんだと思います。バクワラ世代にも触れてくれてありがとうございます。これわーってマーク入ってます。この世代、マジでみんな好きです。びっくり。推しが多いんです。笑い。次の年のマード世代もみんな好きです。笑い。ありがとうございます。そうそう。僕も同じこと思った。ハロータとベビメタのファンの人での目線の違いというのは、この動画を上げるまで、僕はハロー歌の人がチャンネル登録圧倒的に多くて見てくれているものと思って喋ってしまってたんで、そこが僕も同じく発見でした。ね。そういうのを気をつけないといけないね。で、あと、このね、モーニング娘。圧倒的さやしが帰ってきたは僕も同じなんだけど、これを松坂世代っていうふうに言いたかったんだけど、確かにバクワラ世代って言ってましたよね。ハロー歌でね。ね、そこをちょっと僕なんか松坂で喜んで1998年松坂だって喜んじゃったんで、そこも温かくご指摘いただき感謝しますね。そんな感じですね。マードゥ世代ね。これマードゥだけじゃないんだけどね、次の年の99年ね、なんていうことをね話すのもちょっとその世代もやりましょうね。引き続きお付き合いいただければと思います。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。相田和弘さんかな。ありがとうございます。さやしインスタ拝見して思いましたが、彼女は純粋すぎますね。そこが最大で最強の魅力なんですが、彼女の実力や魅力から、優秀なマネジメントできる代理人的な方が側近にいないのかなって強く疑問を持ちました。圧倒的カリスマ性を持つのは誰の目からも明らかなので、今後の活躍に注目ですね。これね、多分浜ちゃんとかでも俺思うんだけど、アップフロントって2015年かなからすごく上の人を切りましたよね。で若い人たちのチームに切り替えたはずなんです。まあ、給料なのかチーム自体の若返りなのか、それは僕のコメントするところではないと思いますけど、でそれ以降の部分っていうふうに考えると、まあ、もう自分でやるしかないんですよね。それこそエージェント契約とかそういうところになると思うんですけど、自分が責任取れるところじゃないと、もう卒業してからっていうところではごめんなさい、責任取らないよってことだと思います。ね、とはいえ同じく今後の活躍に注目ですよ。ね、何かやれば応援していくって気持ちなんで、その辺は足並み揃えていきましょう。あだす。じゃあ続いてウィドン・チャンさん、Good job, my friend. Yo, you too. これ多分海外の方だね。僕もう世界中ですよね。もう一応ハロータの知り合い大量にいる派に属しておりますので、お願いしてね、見てくれって言って見てくれたんでしょう。感謝します。英語で書いてくれても返しますんでお願いします。じゃあそんな感じで引き続きいきましょう。三津新垣さんね、ありがとうございます。鞘師はダンサーではありません。僕ダンサーって言ってた？鞘師里保を僕称す時には、モーニング娘。9期エースというふうに称した記憶があるんですけども、もし誤解誤弊があるようでしたら、この動画をもう一度拝見し、そういうふうに撮れる部分を改めていくようにします。ありがとうございます。じゃあ次の動画の回答いきましょう。これは返答ね、返答動画の方に返答くれた方、お返しします。シンギュリタリアンさん、リホメタルのみです。ね、これはベビーメタに入ってほしいってことなのかね。俺ね、ちょっとごめんね。俺ね、ベビーメタの鞘師っていうのを決断するんだったら、ちょっとワンテンポ遅れた印象はありますよ。でもね、まだインスタこれ撮ってるのが7時前ぐらいなのかなですね。なので、今日の夜の段階どういうふうな動きがインスタであるかっていうのはまだわからないですけど、あの辺の動き見てるとベビーメタを背負ってとかその匂いってないから、ちょっと薄まったのかななんて思ってるところはあります。まだこれからですね。あ、ちょっと待ってね。あ、入ってていいんだけど、ちょっと待っててください。ありがとうございます。すみません、もう、私適当なところがありまして、このようになっております。では回答動画もう一個いきますか。ありがとうございましたということです。で、もう一個のこれちょっと長文なんですけれども、僕この方非常にありがたいなと思っているので、流れを H.M. さんですね、流れを6つに分けました。でもしお付き合いいただける方いましたら、この6つの分かれているところを今から紹介しますので、興味あったらこの動画続けてみてください。1つ目は契約について、これはアメリカでの契約についてということが1つ目。で、2つ目はメディア露出についてです。これは日米問わずです。それで3つ目はハロプロ海外戦略について。で、4つ目は K-POP について。それで5つ目です。完成されたものにお金を払い、未熟なものを応援する文化がない、ここについて。それと、6つ目はいわゆるアメリカンドリームについて、そういった形でいきたいと思っております。じゃあいきますか。まずね、契約についてこれ書いてくれたので、全文を読んでいるとちょっと長くなってしまうので、要所だけいきますね。ベイメタは欧米が主戦場で、あくまで演出とプロデュースをやる会社が向こうに外注されていると。でそれで欧米のマネージメント会社と契約をしているわけで、単発のライブなら大赤字の覚悟でお金を積まないといけないんだけれども、大陸を横断するような長いツアーとなると、なかなか今の状況では実現しないというような内容を書いてくれている部分にまずお返しします。日本だと口約束で結構大きなフェスが通ったりするんですよ。これはね、少し活動していると心当たりある人もあるかもしれません。でだけど海外は全て契約社会で、契約書がなければ約束してても行ったらなくなってるってことざらにあるんですよね。その辺のところがもしどういったふうな動きをしたいかにもよるんだけど、面倒くさいってなる人たち多いと思う。そこですね。だから事情通で保証を取れ、話のうまいお金を稼げるエージェントが必要ということになると思います。でこれは回答ですね。で2つ目、メディア露出について。でこれは書いてくれてるのは欧州ツアー合計で約40公演近くのライブ本数と、日本のライブの数と比べたらかなり多い数のライブツアーをやっていると。で先日の「Mステ」のライブに出たけど、日本のテレビ出演に至っては3年半ぶりぐらいだったと。要はそれぐらい日本のメディアに露出していないというような話、内容でございました。でこれは電通に対して構っていないのはハロプロも一緒です。でツアーの欧米ツアーに関しては多分それで、お金にもしてたと思うんですけど、ある種様子見のところも両方兼ねてたような印象を受けました。でまあこれは僕より多分もう存じ上げてる方だと思うんで、書いてある答えというのがほぼほぼ認識答えなんだろうなと思います。では3つ目いきましょう。ハロプロの海外戦略についてですね。でこれはハロプロの海外戦略のことを書いていただいてるんですけれども、要はボーカルユニットについてがあまりアメリカとかでは有効ではないというような話だと思います。でメンバー全員でハモリを売りにしてるグループっていうところ、こういうところがアメリカでは売れているっていうことを言いたいんでしょうね。でね、ハロプロ海外戦略のところで主に回答していくことになるんですけども、もともとはベリーズ工房でアジアの様子は見に行ってるんですよ。だけどまあ巨大マーケットのところにたどり着くっていうことじゃなかったと思います。それで次の段階で愛媛ほどにはいかないんだけど、唯一ね一番いい時期の急騰、2013年14年ぐらいなんですよねの急騰は近い可能性があったと思います。ですけれども、まあ解散の道に行くわけですよ。これはうまくいかないとこなんだと思うんだけど、キュートはポテンシャルすごいありました。でその後ジュースでキュートのバーターでジュースにバトンタッチするような形で少し契約をセットで売ったわけですよ。それでアジア欧米は探りで見に行ってる。で結果はミニマムだったんだけど、まあファンは確実にいた。だけどその地元とか国に対して経済に対してチケット代がかなり割高だったんですよね。なのでファンがいたんだけれども、全員がそこの現場に駆けつけるというようなムードにならなかったという事実もあります。全く違う事実も全部じゃないけどいくつかはありますけどね。でファン宣伝っていうところで言ったら、僕街中で広告とか見たのジャカルタぐらいなんですよね。あと会場周辺にメキシコならあったかなとか、そんなぐらいですね。でモーニング娘。でビジネスにしたいっていうのがアップフロントのおそらく考え方なんですけど、そこにつなぎ方がどうも今のところ明るくいってないっていうような印象ですね。でまあギャランティーが追いついていないから、どうしてもハローというのは記念海外ライブになりがちという感じだと思います。でもこれは上を目指している途中と信じてます。じゃあ続いて K-POP について4つ目ですね。でこれは K-POP は除外しますねと。で欧米のフェスに全く呼ばれてないからという理由だそうで、口パクで歌っているアーティストで、それで観客もタダ券を配ってライブは空席だらけだと。で、ハリボテの人気、見せかけの人気で無意味とおっしゃってらっしゃいます。これは、例えばレコ発とかやるような K-POP のグループも入れてしまっているんだったら、レコ発というか、その日本でいうと、レコードや、いわゆるタワレコとかでやるような感じですよね。そういうのも入れてしまっているんだったら該当するのかもしれないですけど、僕 BTS っていうのはね、世界的に人気規格外だと思うんですよ。理由はね、どの国行ってもみんな知ってる。で、これは多分2020年の現時点、この5月の今日は4日ですよね。この時点で世界一人気のグループどこだって言ったら多分 BTS です。それは受け入れておかないといけない話なんじゃないかなと思ってます。という感じで、まあグループによるってことです。で、続いて5つ目。完成されたものにお金を払い、未熟なものを応援する文化がない。これは多分アメリカのことを言ってるんだと思うんですけれども、それは僕ね、そうだと思います。で、ベビメタはそれに対してリードボーカルを立てて、優秀なバンドマンを集めた、しっかりとした形式、要は欧米対応している形式であったんではないかということでご意見言われてると思うんですね。で、何より完成されたものにしかお金を払わず、未熟なものを応援する文化がないと、ね、目は肥えているということを言ってます。その通りだと思います。ただここも唯一例外があって、それは Perfume です。キャリーパンパンもそうなんですけど、特に Perfume はある一定の評価を得ていますよ。これは歌を歌わないアイドルグループというところで言うと、まあ、僕はある種のポジション取ったなっていうふうには十何年見てきて思ってます。それは面白いところですね。僕自身はあまり Perfume のライブというのは歌ってる女の子を見に行くのが好きなんであまり行かないですけど、まあ同じような気持ちです。そういうことですね。じゃあ続いていきましょう。いわゆるアメリカンドリームについて最後のセクションですね。これはおっしゃっていただいているのは、日本が芸能村と、ね、これ世界規模の人気を取っていくには日本のプロ野球とメジャーリーグぐらい違うと、リスク取って思い切って挑戦する価値がある正しいマーケットだということをおっしゃってるんだと思います。これもおっしゃる通りですね。メジャーリーグに例えるならば、まずボールから違います。そして厳密には同じ競技を行っているが、構造もマウンドの高さも硬さもルールも実は違いますよね。で、僕は無理に世界基準を追う必要性は感じてないんですよ。でも取れるパイは取りに行かないと誰かに取られるのはこの世界だと思います。なのでメイドインジャパンでやるものであったら、やっぱり心理的に僕が日本人だからなんですかね、日本人でビジネスとマーケットを取ってほしいというふうに思ってしまうところは当然あります。ですので話まとめましょう。この一式のところっていうのはすごく張り込んだところで、音楽を聴くだけのファンでは届かない、わからない、考えなくていいところだったんだと思います。ですけれども5年後、10年後というところを考えると、日本に音楽の予算が多く残っていかないと優秀なクリエイターは残り続けませんよね。ですのでこの構造自体を変えていく2020年代、そういうふうに考えるととても面白いやり取りなんじゃないかなと思ったので、鞘師里帆、ベイビーメタル、モーニング娘。というところで、この3つですね。鞘師、ベイビーメタル、モーニング娘。ベビーメタル、失礼しました。鞘師、ベビーメタル、モーニング娘。ね、ここで話をできるというのはとても有意義なトピックになってるんじゃないのかななんて思ったので、少々長くなりましたけども、こちら取り上げさせていただいている次第でございます。では引き続き、今日はこの感じになりますけども、5月4日また深夜に僕は一つ撮るかもしれないあ、出すの明日になるでしょうけどね、というような日でございます。チャンネル登録の方をお願いしてお付き合いの方をお願いいたします。ではまた良いゴールデンウィークを。